チャオー、あっちゃんです。またまた引き続き、道の駅の生鮮野菜コーナーで、新鮮野菜コーナーかで買ってきたお野菜紹介の、前回も買ってきたわさび菜、わさび菜もちょっと調べてみました。でわさび菜もすごくいい食材で、これもできたら取り入れた方がいいよっていう食材なんで、これもね、こんだけ入って80円。かなり安い。なんかね、夜中の通販みたい。こんだけ入って健康にいいから80円。すごく安い。では、お値段は80円みたいなね。そんなノリじゃないねんけども。わさび菜。わさび菜もね、最近見かけるけど、今までね、そんなに見かけへんかった。わさび菜もあっちゃんね、去年初めて食べた。いや、食べ、それぐらい。ほんまに食べてない。めったに珍しかったような食材。で去年ね、わさび菜美味しかったからね、去年わさび菜とかからし菜とか美味しかったから育てようと思ってんけど、種売ってへんかってで作られへんかってんけどね。まあそんなんどうでもいいけど、わさび菜、これがね、栄養価とかすごく体にいいみたいで、読んでいきます。はい、わさび菜は、栄養価の効能がすごくよくて、普段の食事から効率よく摂取できる、余計なサプリメントや不自然な摂取をすることなく健康の体を維持できる食材っていうことでね、主な栄養素の働き、ビタミン C、B2、A などのビタミン類が豊富。わさび菜にはビタミン C をはじめ、ビタミン B2、 体内でビタミン A に変わる β カロテンなどビタミン類が豊富に含まれており、なんかね、つるむらさきとか、ムカゴ、ね、第1弾2弾と説明してきたそのに近い、ビタミン、ベータカロテン、ビタミンが豊富に含まれてます。でそれは何か、老化やがんの予防のほかにね、ストレスに強くなる作用にも期待されています。はい、薬じゃないから効きますとは書けへんからね、期待されてますって書いてあるのね。で、辛味成分であるアリルイソチンオシアネート。アリルイソチンオシアネート。イソチン、イソチオシアン酸アリル。イソチオシアン酸アリル。カミカミやね。カタカナ弱いな、あちゃん、ごめん。が、辛味成分ね。それは何か。わさび菜には、わさび、からしと同じ辛味の成分。アリルイソチンオシア、オシアネート。はい、イソチオシアン酸アリルが含まれており、これは抗がん作用とか抗菌作用に効果があるとされています。だからお寿司にわさび入れるのは、魚とかの生鮮食品の菌で食当たりしないように、要は抗菌作用があるからわさびが入ってるって言われてんでね。だからわさびシートって、お弁当の上に載せるシート、わさびの効果で抗菌作用で食中毒出ないっていうね、そんな感じで、わさびのアリルイソチンオシアネートは、ちゃんと言えるようになりました。はい、その抗菌作用がある。抗菌作用と、抗がん作用もあるって書かれてんねんけども、健康食品なんね。だから言ってみたら、女性の方は老化とかね、ビタミンたっぷりやからね、ビタミンで美肌を手に入れてね、アンチエイジングにもいい食材です。こんだけ入って80円、まだ言ってるからね、夜中の通販みたいなこと言ってるけど、そんな感じで、すごい美味しいんよ、これ。あっちゃん最初ね、これピッて食べた時に青臭と思ってんけど、これ普通にサササって刻んで、ドレッシングかけて生で食べてもめっちゃ美味しかった。炒めても美味しかったし、さっと煮ても美味しかった。だからこれは使えるなと思ってリピートです。前回買ってまだ買ってきました。でそんなね、美味しかったから OK じゃんって思ってて食べててんけども、さっきからね、つるむらさきとか調べた、ついでに調べてみたの、どんな効果あるのかなって。こんなこと書いてあったから、いやこれも積極的に取り入れない、結局やっぱり導かれてこういうの買ってるんだなってあっちゃん思いました。はい、ということでね、今日はわさび菜の紹介させていただきました。こんな感じにね、スーパーとかでもいいねんけど、売ってたらいいねんけど、売ってなかったら道の駅とか回ったらね、大田の道の駅は安い、かなり安いと思う。母ちゃん結構道の駅巡りが大好きで、いろんなとこ行ったり、あと生鮮市場とか好きで、生鮮、そんなとこ行ったりするの好きやから、野菜直売所とかよく読んのよ。で見てくるけど、やっぱね、高いとこが多いんやね、結構ね。確かにね、農家のおっちゃんおばちゃんの手間考えると、それぐらい値段取ってもいい。下手したらね、スーパーに普通にバーって並べられてる、どこだかで作ったかわからんお野菜、最近はね、誰が作ったよって書いてあるけどもね、より
ほんまにその田舎のちゃんとかおばちゃんが自分で作って軽トラにボンって乗せて、そこへ持ってきて並べて、朝取りのやつを並べてんね。ほんま新鮮な今取れたてみたいな並べてるから、ああいうところ大好きやね。だからちょっとぐらい高ってもまあ値打ちはあんねんけども、なんでか知らんけどね、あっちゃん家の近くの大浦の道の駅のところはすっごい良心的な値段で売られてます。はい、ということで、またよかったらね、こういうのを食べてくださいね。大浦を通る人、またよかったら大浦の道の駅寄ってあげてください。あっちゃんはね、大浦観光大使自称として、推奨いたします。で、体にいいお野菜を買って、天然温泉、ほんまに大浦の道の駅の横丁をゴソーンと掘って掘削して、大浦最後の町長かな、かなりお金を使って大バッシングされた。大浦になんかそんな何億も使って温泉掘ってバカじゃねえって言われてんけども、その町長のおかげで本間もの温泉が湧きました。ちょっと温度低いかなやねんけど、温泉湧きました。その温泉を使った足湯があるから、足湯で健康になって帰ってください。でその温泉スタンドがあるから、ポリタンク持ってきて温泉の湯買えるから、買って帰るのもありやと思います。まあ、わさびなど関係ない話をしちゃいましたけど、ね、そんな感じでね、大浦の道の駅よかったらまた来てください。はい、あっちゃんはそこにいてることはまずないと思うけど、はい、またよかったら大浦の方にも観光来てください。はい、何もない田舎の町やけどもね、癒されに来るにはいい町やと思います。わさび菜じゃなく大浦の説明になっちゃった。ということで、わさび菜もね、体にいい食材なんで、ぜひ取り入れてくださいということで、今回また、お野菜の説明動画この辺で終わりにしたいと思います。またね、面白い食材見つかったら、調べていいなと思うものは紹介したいと思います。ではまたね、バイバイ。